2010-2011ISU グランプリファイナル及び 2010-2011ISU ジュニアグランプリファイナルは2010年に中国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会世界選手権シリーズである 2010-2011ISU グランプリシリーズの決勝大会及び若年層の世界選手権シリーズである2010-2011 ISU Jr. Grand Prix の決勝大会。2010、2011ISU Grand Prix Final。2010、2011ISU Jr. Grand Prix Final は、それぞれ2010から2011年シーズンの ISU Grand Prix Final。ISU Jr. Grand Prix Final で、2010、2011、ISU Grand Prix シリーズ及び2010、2011、 ISU ジュニアグランプリの決勝大会である。シニアおよびジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2010年12月9日から12日にかけて中国、北京市の首都体育館で行われた。今開催会は前々回から続いて ISU グランプリファイナルと ISU ジュニアグランプリファイナルが一連の日程内で開催された。 ISU グランプリファイナルには2010、2011、ISU グランプリシリーズ成績上位6名が、ISU ジュニアグランプリファイナルには2010、2011、ISU ジュニアグランプリ成績上位8名が、出場する。男子シングル上司、シングルペアアイスダンス男子シングル上司、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ以下の、賞金が与えられた。 競技後のエキシビション出演を断った場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000米ドルが、ジュニアグランプリファイナル出場者は、賞金から1000米ドルが差し引かれるとされた。ありがとうございます。